本日はお忙しい中集まりいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ただいまに、頑張れプロレス記者会見を行いたいと思います。お願いします。先日7月30日、頑張れプロレス、王子ベースメントモンスター大会で、そうですね、あのカミングアウトから約1年2ヶ月、私と敵対しておりました友達である藤田稔をついに更生させることができました。戦ってる最中はね、こう俺が言ってることは本当に正しいのかどうか、そういう自問自答も繰り返しながら、藤田稔と戦ってまいりましたが、私の気持ちがようやく伝わったみたいで、非常に嬉しい、本当に嬉しい、そんな気持ちで、いっぱいでございます。はい、おばさん、はい、まあ、7月30日本当にそういう気持ちが伝わって僕も感動しました。そんなことはさておき、そんなことはさておき、そんなことはさておき、今日何日ですか？8月2日です。8月14日に、はい、板橋大会が迫っているのに、対戦カードは何も決定してないじゃないですか。どういうことですか？いや、まあ、おい、いつまで7月気分抜けねえんだ。7月気分抜け、夏休み気分抜けてんのか。夏休みとかないだろ。なんだ、どうなってんすか。どうなってんすか、もうそんなないだろ。なんなんだ、どうしたらいいんだ。俺は2週間、もうあと2週間切って、あと2週間切ってるな。どうしてもね、どうしてもやりたいカードがあるんですよ。なんだよ。自分は7月24日の大阪大会で、大阪大会ね、あなたと戦いましたね。俺と戦ったね。清水さんとも戦いましたね。あのタッグマッチ、肉薄しましたね。あなたたち、肉薄しましたね。肉薄したかな。なんでか分かりますか？タッグパートナーがバンビ選手だったからですよ。はい、分かります？分かります。分かります。はい、見ましたよね。見たというかやってるわ。僕が試合中に顔面騎乗されて気持ちが高ぶった。お前ほんと嬉しそうだな。意味が分からないな。なんだよ。おかわりしたいんです。おかわりしたい。はい、8月14日、はい、8月14日、もう一回おかわりさせてください。バカ野郎、お前この間の会見でもう無理だっつったんだろう。なんで無理なんですか。7月30日も無理だし、8月14日も先に、なんなら8月14日解体道場かなんかでも、解体道場のなんでかぶってんすか。いや知らないよそんなの。なんでかぶってんすか。かぶってしょうがないじゃん。向こうの先にスケジュールが出てる、そういうのを調整するのはあなたの役目でしょうが。何のためにプロレス団体の代表やってるんだ。プロレス…待てお前、待てよ。プロレス団体の代表だったらなんかあんのか。えなんかそういうのあんのか。なんかコビューしてもらえるとかあんのか。調整できるんじゃないの。調整できるとかないだろお前。なんかねえ、そういう交渉やるんでしょ。枕とか営業とかなんかそういうのとかもないよお前。そのいいもんやんか知れよ。まったく代表やってるからっつって、なんか一生懸命なんか調整するスケジュールを調整するけれども、開演隊どうしようもあったら無理だろ。向こうの団体のおかしいだろお前。なあ、なに、え、じゃあおかわりない。急に目が死に始めたなお前。おかわりはないよ。おかわりはないけれども、まあお前の気持ちは、お前の気持ちは本当に分かってる部分もあるんですよ。あの人の代わりっていうのは聞かないけどね。聞かないよ。人の代わり確かに聞かないけどね、新たななんかあるじゃん、発見とかそういうのあると思って、俺あの見つけてきたから。ガトームーブ桜恵美。え、桜さん、そう、バンビさんは、ちょっと話を整理させて、バンビさん出れないけど、バンビさん出れないけど桜さんで、桜さんは出れます。桜さんは出れるから、まあどうしようかなと思ってたんだけど、もうお前のそれが、いやでも嫌だったら別にいいんだよ。いやいや待ってください、桜さんは最近ダイエットしてましたけど、僕は最近夏
夏場じゃないですか、女性がノースリーブで歩いてるだけでその人の体重がなんとなく分かるんですよ。どんな特殊能力だったそれ。さくらさん、今リバウンドしてますね。ちょ、さくらさんのノースリーブ姿を見たってことか。いや、コスチュームだけで分かる。コスチュームだけで分かるよ、つまり8月14日まであと2週間さらなるリバウンドをしてかなりいい感じにコンディション仕上がってくるんじゃないですか。ということは、おばさん、じゃあいいのか、じゃあいいのか、お前いまだに夢人桜恵美組は OK ってこと。ああ、マジですか、タッグ組ですか。分かった、よし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 、よし、じゃあな、おいまだに夢人桜恵美組対清水愛富田新勝組、ありがとうございます、決定。いやーもうね、もうあの、ああいう理屈っぽい人結構好きなんですよね。ああいう頭の回転なんか、とりあえず一つカードから、だからもうカード決めてるんだよ、もう決めてるから。だからその時にあのこの間7月31日に、ガトムーブ一芸大会やったんですけれども、そこで決めてまいりました、ガトムーブに動物の選手がいる、そう聞きまして、行ったところやっぱりいました、小鳥。そしてね、頑張れプロレスも動物の選手いるんですよ。4代目3代目ジェイソルパンディと、プロレス界に動物の選手が2人もいるのか。いらねえだろな、最強を決めなきゃいけない、ああね、プロレス界動物最強決定戦、小鳥対4代目3代目ジェイソルパンディだ、これも決定しております。はい、パンダ対小鳥、どんな動物園でも実現不可能なマッチメイクじゃないですか。そうだよ、多摩動物園、上野動物園、東山動物園、くべんのか、東山動物園、お前東山動物園、お前くべんのか、お前旭川動物園、お前おい、なんか答えろよ、お前答えねえのかよ。まあいいや、まあとりあえずこれは決定しております。そしてあのマーズスペクター、謎の強者マーズスペクター討伐についにあの男が立ち上がりました。力道山三世、力さん、はい、力さん俺にやらせてくださいと、私に連絡をしてきましたので、快く、快諾しまして、決定いたしました。マーズスペクター対力も決定しております。そしてなんですけれども、私のカードになるんですが、これも7月30日、柴田がそのまあ簡単に言いますとガンプロに干されたと。でそれに対してなんかやっぱり逆恨みしているところはあるんですよ、ね、それでまあもう俺が試合組めって言ってきたんで試合をやってやろうと思います。その時にやっぱもともと炎上軍で仲間だった三富もその柴田の行動っていうのをちょっと分かってなくて、でやっぱりその柴田に対してやっぱりその伝えたいというか何かをこう、伝えたいことがあるということで、私大賀健と三鳥正幸が組みまして、まあ柴田が同じ気持ちを持った仲間は他にいると言っていましたんで、柴田、あと柴田が連れてくる X、このタッグマッチで、決定したいと思います。そしてですね、10月2日ガバルブレス後楽園ホール大会ですが、チケット発売が7月30日から、まあ約4日ですか、4日経ちまして、なんと最前列頑張るシートが完売いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ、ただまだやっぱり、特別リングサイド G、頑張る子にシート、あとあれですね、重責 G がまだまだありますので、もし見に来てくれる、完成したいという方は、1600.com
アットマーク、セキュア、あ、イージーウェブ、ドット FB、ドット JP まで、よろしくお願いします。お願いします。そして、藤田実について、10月2日、参戦が決定している藤田実についてですが、頑張れプロレスからの彼が、卒業しなければいけない、彼の卒業試験としてカードを組みたいと思っております。なので頑張れプロレスからのというわけではなく、彼に卒業してもらいたい何かがあるという、そういう意味で、カードを決めたいと思っております。カードはまあ後日発表させていただきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。10月2日は、頑張れプロレス初の後楽園大会ということで、私も今なりも大変気合が入っております。皆さんぜひ、おいどうしたの、波口じゃねえか、おいどうしたんだよ、久しぶりだな、おい久しぶりだな、何で久しぶりか分からん、俺ここ最近の頑張るプロレス干されてた、それは久しぶりになるかな、あ、それより頑張るプロレス後楽園ホール、まあ正直すげえよ、正直すぎ、俺はこの頑張るプロレス、お前が立ち上げるって言った時に、こんなクズ団体で、ああこんなクズレスラー集まって、ああそんな団体認めねえ、そう言って、それが後楽園ホール、それは認めるわ、それは認める、ああ大したもんだよ、でもよそれとこれとは別の話なんだ、俺はお前を認めない、そういうこと、団体はすげえ、団体はすげえ、ああでもお前は崩れちゃう、お前も崩れちゃう、そしてお前とお前らの団体を潰すのは俺だ、それは変わってない、わかる、そこで最近干され気味の俺なあ、頑張れプロレスで後楽園ホールまでなあ、いろいろあったよな、確かにお前とも構想したなあ、いろんな人がやってきて団体を潰そうとしたなあ、その時に俺はお前と手を組んでそいつらを撃退した、ね、なあお前に力を貸してきた、あでもなんで干されるんだ、冷たくねえか、なんで俺の試合組んでくれねえんだ、なあおかしくねえか、お前そんな冷たい人間だったんだ、なあ見損なったよ、正直お前と行動して、もうお前は殴れば殴り返すよ、そういう気持ちの熱いやつだと思った、でもなんだよ、ああ俺は使い捨てか、おいなあいらなくなったら、ああもうなんだ他にもっと有名な、ああもっと客呼べる、ああそういうやつを呼んで俺たち客呼べない、ああお前が見るなあ、使えないやつはぽいかなあ、お前はそんなやつだったのか、なんだなこいつって、そういうことだったのか、冷たい人間なんだよ、おいなんか何もねえのか、いやお前そんなつもりやってるわけじゃねえよ、お前何なんだよ、何を言ってんだよ、いやだからお前が冷たい人間だって言ってるなあ、きっとなんか前回、いやまあとにかく柴田がお前になあ俺と同じようなことを言ったって話ちょっと小耳にしたの、多分そう思ってるやつって思ってるんですよ、頑張れプロレス3年半いろんなやつが参戦してきて、ああ そうだな、その中でお前がな、こいついらない、ぽいぽいな、そういう使い捨ていっぱいいるぜ、あそんなやつらだよな、お前に対してな、あうっぷん溜まってる、だったら俺がそいつらを集めて懇談会を終わらせてやる、
次の大会で勝つ。おお、わかったわかった。おい、だったらな、おい、王家認めたい。おい、柴田波口でもやってやるじゃねえか。いやいやいや、やってやるよ。おい、いやいや、なんだよ。だから言ってんだろ、さっきから。なんだよ。俺と柴田以外にもお前に対してすっげえ鬱憤の溜まってるやつ絶対いるから、ログインタッグしろ。とりあえずログインタッグしろ。俺と柴田、それと鬱憤の溜まってるやつ、あとはお前の決めろ。お前のバトル。おお、また言ってやろうじゃねえか。そこで、まあ、かかるぞ。これが終わる。行かせねえよ。俺が潰す。何度も言ってるけど、お前を潰すのは俺だ。この団体も俺が潰す。おお、やってやるよ。やってやるって。おい、首洗ってもっと。おお、分かった分かった。お前に鬱憤が溜まってるやつまだまだいるからな。おい、どういうことだよ。何なんだよ、柴田とか波口とか。俺そんな冷たいやつか。なあ、プロスポーツやる上でいろんな人の意見ある中で組める組めないもあるし、難しい部分だと思うんですけど、でもやるんすか、おばさん。やるよ、もうそんなん。だって文句言うんだったらね、あ、ムカついてたらムカついてたらぶつけてこいよ、お前の。いつだって俺たちはプロレスラーだろ。いつだってプロレスラーの俺たちはリング上で決着つけて、白黒つけて、おい、なんか解決してきてんだろ。なんだってやってやろうじゃねえか。おい、なんだ、おい、波口しまった。あともう一人なんか X で、おい、やってやるよ。大変、じゃあ大岡、三富、翔太で8月14日やってやろうじゃねえか、おい。わかりました、お母さん。じゃあそれは8月14日。おお、8月14日決定カード。おお、決定カードだよ。決定だよ。おい、絶対やってやりますよ、絶対。ああ、ちょっと人の感じ方とか本当わかんないけど、やりましょう。レスラーだからな、リング上で見せるしかないんだよ、もう。本当に、わかったわかった。やりたいって言ってやってやるわ。ということで、ラミス選手参戦も決まった8月14日、ダブルス大会、よろしくお願いします。よろしくお願いします。